イロパンゴコは、サンサルバドル県、ラパス県、そして、クスカトラン県の境界上にある中央エルサルバドルに位置する火山性カルデラにできた 81km、面積72平方 km のカルデラ湖である。国内で2番目に大きい湖を持つカルデラは、首都サンサルバドルのすぐ東に位置し、100m から 500m の高さの丸い扇形をした周を持つ。4つの 主なデサイト流門岩室の溶岩の蘇生の噴火は後期更新予と関心予との間に起こり火災流や国内のほとんどを覆う火山灰を発生させた。カルデラはごく最近、西暦410年から535年に崩壊し、広い範囲に火災流を発生させ、マヤの都市を荒廃させた。噴火はお,およそ25キロ立方メートルの体積の火山灰を噴出し、 火山爆発指数は6と評価された。火山灰の雲は降下し少なくとも1万平方キロメートルの範囲を腰の深さまで軽石と灰が折った。数十年の期間この地域でのすべての農業努力を止めてしまった。その後の噴火は湖の内部や岸の近くにいくつかの溶岩ドームを形成した。 唯一の歴史的記録に残る噴火は1879年12月31日から1880年3月26日まで続き溶岩ドームを生成し、米産と評価された。溶岩ドームは湖の表面に達しきまだす間が形成された。ありがとうございます。